今日は将棋界のニュースを紹介するよ。今日のニュースはこちらだよ。羽生善治九段、スーパーサイヤ人になる。将棋の第72期アルソック杯王将戦7番勝負、第4局は、羽生善治九段が藤井聡太王将207手で勝利し、2勝2敗と再びタイに戻しました。ネット上では羽生九段の、アンテナ、に話題が集まりました。対局中に熟考する羽生九段の乱れた髪型に対して、今日の羽生さんはアンテナバリたち、いける。可愛くてもいける。アンテナどころかスーパーサイヤ人。芸術的。アンテナが超立ってた。調子がいいわけだ。などと、鑑賞を予告する声が上がっていました。羽生さんすごい。寝癖すごいな。セットしないとこうならんだろ。さすがにこういう髪型だろう。寝癖ってレベルじゃない。いやー、本当面白い。いや、なかなか大したもの。まさにスーパーサイヤ人。ご発。ここまで完封負けされたの珍しいな。羽生さん、研究のコツをつかんだのか絶好調やな。漫画のような展開だな。7戦まで行ってくれ。嫁に謎のウサギ推しを強いられてるのがかわいそうだわ。着物にまでって。でやろか。旦那に自分の好きなものを身につけてほしいって、その年になっても奥さんは羽生さんのことが大好きなんだなって思うわ。羽生さんがどうやって AI を自分の将棋に落とし込んで再び強くなったのか、これは非常に興味がある。羽生は、相手の得意から逃げないと言われていたように、昔は相手の研究に乗っても力で踏み潰すことができていたようだが、AI の台頭でそれが難しくなった。そして、負け越して出した答えが早めに研究範囲から外して、未知の展開に持ち込んで、素の腕力で殴り合う。この年齢でそれができるの超人的だわ。相手力技に戻るの、漫画みたいでおもろいんだよな。それでは今回の記事に対する世間の声を紹介していくよ。世間の声はこちらだよ。スーパーサイヤ人モードか。急にスーパーサイヤ人ネクサー。これが伝説のスーパー将棋星人か。あの頃の強さを取り戻すためにわざと寝癖を。マジで漫画の終盤みたい。羽生さんって昔は相手の得意な手を指させて、それを力技で押し返すって言われてたよね。読みの深さや記憶力では年齢的に絶対叶わないのに、老快な差し回しで自分の土俵に誘導するのかっこいいな。達人の風格あるわ。ベジータと戦ってるカカロットみたいだ。将棋星人が攻めてきて、地球人が軒並みやられた後、先に住み着いた将棋星人が迎え撃ってるって感じだね。髪型って、スーパー将棋星人になって、これからが楽しみ。現実が漫画より漫画なんよ。創作みたいな世界の話が現実で起こってるの、楽しすぎるだろ。これで今回の動画は終わりだよ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくね。